で豚の油でニンニクを炒めていきます。はい、で強火でざっと炒め合わせる。どうも、もやしっこです。はい、ということでですね、今回はですね、チコシリーズでございます。チコシリーズということでですね、今回はですね、こちらのもやしね、もやしはもう一袋ね十数円で買えるものが多いんですけども、これは皆さんどうやって食べてますか。まあ、大体炒めですよね。炒め物で食べてますよね。で今回ですね、もやし炒め作りたいんですよ。もやし炒めって皆さん作り方いろいろあると思うんですけども、僕がいつも思うのはですね、これ世界は本当に美味しいもやし炒めをまだ知らないっていうのがありますん で, で今回はこの至高のもやし炒め、これねめちゃくちゃ僕自信あります。最高にうまいです。はい、そしてこんな作り方 をしている人たちはほとんどいないと思いますんで、自信もありますんで、今回はこれをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介、シンプルにいきます。もやし1袋 200g のものです。で豚バラ 80g、まあ、バラなかったらローストとかでもいいです。はい、まあ、バラの方が僕はおすすめです。でニンニク高け、これねなかったらサラダ油でもいいんですけども、できたらこのラード、ね、スーパーにあのこのチューブタイプのも売ってますんで、できればこれ使ってください。なければサラダ油でもあの十分美味しいですけども、これを使うとワンランクアップします。あとは調味料なので、概要欄チェックしてみてください。じゃあ至高のもやし炒めを作っていく上で何が一番重要かっていうと、やっぱりねもやしってあの火の通し方がかなり難しい食材だなって思ってて、今回の、もやしはですね、かなりもやしの食感を残してシャキッと炒めるんですね。なのでですね、このシャキッとっていう、単語は非常に重要なので、で僕まだシャキッとしてなくないですか。目死んでますよね。はい、なので僕をシャキッとさせていきます。あちましょう。ということで、こちらのハイボールですね、自らをシャキッとさせて、もやしっこから料理研究家にレベルアップしたいと思います。いただきます。あーメカシャキということでやっていきたいと思います。はい、それではですね、野菜切っていきたいと思います。ごめんなさい、さっき言い忘れたんですけど、長ネギできれば青いとこ使った方があの色鮮やかに仕上がります。これね 20g か 25g 用意してください。はい、じゃあ野菜切っていきます。まずニンニク、ニンニクはねスライスです。あの結構ねたっぷります。もやしってねやっぱりあのもやし臭さがね目立ってしまうので、もやし臭さってあるじゃないですか、あれをね取り除いていきたい。なんで2かけねたっぷりプリーズです。で潰して、で潰してからスライスね、そんなにね細かくしなくてもいいので、潰してからスライスしてください。これを入れるとねもやし臭さが軽減されてね非常に美味しいもやし炒めになります。で長ネギなんですけども、まあ、長ネギでもいいし、あのなんかね小ネギとかでもいいです。細長く切っちゃうんですよね。なんかこれぐらいのこんな感じで、まあ、こうやってこう千切りするような感じ。これでね彩りとあと長ネギの香りが出てきますんで、潰してこうやって千切りにするんですよ。青みがあった方が非常に高級感が増しますんでね。こんな感じですかね。じゃあこれやりましたね。豚バラ、お野菜と一緒にお肉を置くのってあんまり推奨されてないんですけども、今回はね全部炒めちゃうのでそこまで気にしなくても大丈夫だと思います。あの気にする方はね別でやってください。でまあこんな4センチ台ぐらいで、塩コショウ振っといてください。はい、これぐらい。材料切りの下準備できました。でもやし、これねこのままバサッと入れます。でなんかもやし洗うか洗わないか問題があるんですけども、もやしって基本的に洗わないでいいっていう風に通説では言われておりますんで、洗いません。はい、洗ってから出荷されて おるみたいなの でここにラード、大体ね大さじ1杯ぐらい、これぐらいかな、ピンポン玉ぐらいのラードを入れます。でこのままラップしてチンします。これね何をするかっていうと、炒め物とかで中華とかでやる場合って油通しをするんですね。はい、ただ家庭で油通しってなかなか無理だと思うんで、このまま油と一緒にチンすることに1分だけチンするんですよ。そうすることによって油通しと同じ効果を得ることができます。でなければサラダ油です。なんですけども今回は、ラードでちょっと動物性の旨味をあのさらに追加していきたいと思いますんで、これでラップしてチンします。油通しですね、レンジで油通しです。これすっごい重要なんで絶対やってください。これもやしの食感がまるで違います。1分ですよ。はい、1分だけでいいです。これ以上やっちゃうともうシャキッといけない。じゃあ、フライパン用意していきます。はい、じゃあ1分経ったのがこちらです。
じゃまだね、あのちょっとラード残ってるんですけど気にしないでいいです。ここにこあの調味料入れていきます。まずね、片栗粉小さじ半分。これでね、あのちょっとソースというか、あのもやしの水分をね、あのこのもやし自体にまとめていくんですね。ちょっととろみじゃないんですけども、そういうのをつけていきます。で、お塩、お塩がね、小さじ3分の1杯。これ味の要ですね。お醤油です、小さじ半分。香り付けと味、黒胡椒ここで入れちゃいます。まあこれぐらいですね、はい、思ってる2倍ぐらいですね。6振りです。これで味決めます。で、この状態で混ぜる。これで火がちょうどよく入って油が全体に絡まります。これね、最初にね、このね、油を絡めておくのすっごい大事です。もうマジ大事。これをやるとやらないとで、もやし炒めて雲泥の差が生まれますんで。そしたらね、もやしってもうこれってかなり火通ってるんで、あとはね、さっと炒め合わせれば大丈夫。これマジ重要です。本当にこのやり方で一回炒めてほしい。そしたらもう準備できましたので、サラダ油でもいいんですけども、まあ、今回せっかくラードがあるんでラードで炒めていきましょうか。もやしにも絡まってるんでそんないらない。もうちょっとでいいです。こんぐらい、小さじ1杯ぐらいで、さっきの、ね、豚バラこれもバーッと入れちゃいます。豚バラからも油出るんで、そんなにあの油引かなくても大丈夫で、火はね、中火です。強火。はい、じゃあ豚バラ炒めていきます。あの、ね、若干パリッと焼きたいんですが、あのカリカリにはしないでください。あの、まあ、これ好みでもあるんですけどね、僕はあんまりカリカリの豚バラって好きじゃないので、わざとそうやってやる場合もあるんですけども、軽く焦げ目がつくぐらいでいいです。そうすると豚の脂も パリッと出てきます。そしたらここでニンニクで、豚の油でニンニクを炒めていきます。ニンニクもね、すぐね火が通っちゃうんで、色づいて香りが出てきたら、今度長ネギ、これで香りと色味加えていきます。で、長ネギももう細切りにしてあるんで、さっともう火が通っていきます。そしたら長ネギしなっとなったら、まずね、皿も用意しておいてください。もうこれ入れたらすぐ完成ですから。はい、で、中の汁まで全部入れて、はい、で、強火でざっと炒め合わせる。ざっと、もう OK 炒めの10秒ぐらい。はい、で、ほら白菜が立ってるでしょ、これ。はい、こんな感じね。で、これ時間勝負なんで、もうこの状態でずっと火が入ってるんで、これですぐ食べてください。はい、至高のもやし炒め完成でございます。はい、それではできました。食べていただきたいと思います。チャッス、チャッス、乾杯。あー、香りがやばいね、これね。いただきます。おい、最高だよ。こんなうまいもやし炒めはどこでも出ない。もやし、じゃっこさこ。この炒め具合っすよ。パラッパでシャキシャキの。そして片栗粉でコーティングしてあるんで、うまみが全部絡まってる。これ以上のもやし炒めないと思う。本当にうまい。僕はこれ以上のものはどこでも食べたことないです。ザードが効いてんだよね。マジヒット、これはたまらん。旅の仲間を呼んでいきたいと思います。達也、いただきます。どうぞ。時間が命なんで。時間が命。うまっ。うまいだろ。シャッキシャキだし。もやし炒めってこんなうまくない。うまい。ネギもやっぱいいですね、なんか。ネギもね、香りと色味合い出してくれるんで。完璧でしょ、これ。うまっ。俺、これ以外のもやし炒めはもう認めんかもしれない。うまい。これ、時間経つとちょっとしなっちゃうとか、そういう感じなんですかね。そう、もやしってね、あの野菜の中でも一番火が入りやすいのよ。だからなんか茹でる時とかも熱湯で10秒とかっていいぐらいなの。でこれ以上やってしまうともうしなしなになっちゃって水が出ちゃってちょっと しなびたおじさんみたいな感じになっちゃう。最初に余熱というか電子レンジにかけて少し中まで火を通しておくのがポイント。ああ、なるほど。だからあれだけのさっと炒めてこんだけの食感が残る。ご飯もいきたいですね、これ。ご飯もいける。ご飯もいきたい。で、ちょっとまた取ってもらって、味見でラー油を、ラー油さんを、これね、ごま油ね入れてないんですよ。油がラードだけなんで、ここでごまの香りを少し足すと
まあこれね、ハイボールキラーになってしまうんじゃないかと。うん、ビールオアハイボール、うん、完璧だわ、うん、完璧です。これ以上ありません。これはうまいわ。ラードはあのサラダ油よりちょっとね、あの深みが出てくるんだよね、うん、あの動物の脂なんで、豚の脂なんで、うん、コクがすごいと思うんだよね、多分ね。でも特別な調味料とかほとんど使ってないから家でできる、うん、サラダ油だともうちょっとあっさりするかな、うん、これちょっとこってり系、ちょっとあっさり食べたいなっていう方はサラダ油でも全然大丈夫。その場合なんか米油とかでもいいですね。最高でしょ、うん、これはほんとそのありがとうございます。はい、ごめんなさい。では今回の至高のもやし炒めいかがでしたか。おさらいとして、まずラードでレンジを活用して油通しをする。そして、調味料を先に全てもやしに絡ませておく。その後に豚バラと炒め合わせると、はい、っていうところでございます。もやしの下処理が一番大事なんでね、この下処理をして一回もやし炒め作ってみてください。本当にえも言われぬ美味しさになります。ぜひ試してみてください。ペースはですね、もう最近はねさっとやる